こんにちは、くにねむです。このアストロのこっちのね、助手席のミラーがなんか折れまして、もう落ち込んでおります。なんで折れたかよくわからないんですけどもね、見たら折れてたという。で、シート外してきました。エンジンカーブ開けてるんで、助手席のシートをね、フロアから外してあったんで、そのまま出してきました。コメントでアストロのシート洗いたいんですというような、質問をいただきまして、私もちょっとまだやったことないんですけどね、ちょっと見ていきたいかなと思います。シートを洗うということでね、ヘッドレストとかはね、もうちょっとあれですけど、とりあえずこの座面ですよね。ここが、めくれて、洗濯機でね、回せたらいいかなと思います。はい、そしたら、とりあえずこのシートと、この下のね、このシートトラックですか。シートトラックと切り離して、で、座面と背もたれを分けていこうかな。で、もし背もたれとかアームレストも、洗うのであれば、この上もバラしていかんとダメですけどね。なんかコメントをくださった方は、カー用品店に行って、シートをなんかこう綺麗にするような頼んだらしいんですけど、もうなんか綺麗すぎてこれ以上綺麗にならないというような面白いことを言われたらしいんですけどね。もう私もそんな一回言われてみたいなと思うんですけどね。私が言ったら多分もうボロすぎて、もうこれ以上もうできませんって言われそうですけども。今見て気づいたらなんか結構汚れてますね。こういうとことか。こういうとことかね。いい機会をいただきました。まあ、パッと見にね、この辺とかね、もう服を着るように上からかぶさってるだけかなとも思うんですけど、とりあえずこのトラック部分を外していきます。はい、シートをこのように倒しました。止まってるとこ見たらですね、ここに1箇所、ここに2箇所目、同じようにここに1個、ここに2個と、この黒いトラックのところにね、ボルトで止まってますんで、これを外していきます。
シートのカバー外れました。これが座面ですね。ヘッドレストとアームレストと。で、結局背もたれも、もう取れそうやったんで取れました。取りました。これね。で、洗濯機入れて回すんですけど、なんか汚れの気になるところがある場合は、そこだけなんかそういう洗剤ありますよね。なんか襟とか袖とか、まあそういうところに、まあ、塗って、ちょっとつけ置いてから洗ってくださいとかね。なんかそういう洗剤があると思うんで、まあそういうのをちょっと塗っておいて、つけて洗濯機回したらいいと思います。で、肝心の見たかったのが、この座面のシートホームですね。でこれ助手席なんです。ですから状態いいんですけど、まあ、定番の悪くなるここですね。やっぱり、ここと比べたら良くないですね。この辺スポンジがもうカスカスなってきてます。で弾力ももう弱くなってきてますね。まだ全然大丈夫ですけどね。せっかく外したんで組むときは、ここね、ちょっと切り替えて、新しいスポンジをつけて、そして上からもう一枚貼って、で、カバーつけていこうかなと思いますね。で、あと、我々素人が一番困るのが、この座面は、クリップで止まってますんでね、このアストの場合、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11箇所。リング状のクリップで止まってます。で、このシートホームの中に、このワイヤーが入ってまして、このワイヤーにクリップが引っかかって、シートカバーにもそれが引っかかるような形で止まってますね。で、これは、そのクリップ自体、丸いリング状ですね。それと、それを止めるための専用の工具、専用というかね、まあ、外国ではなんか結構一般的でね、外国のアメリカの方なんか、まあ、休みの日にね、こう、シートをレストアするのにバンバンやってはりますけど、我々日本の素人はその工具もリングも持ってませんので、なんか知り合いに整備士の方がいるとかね、まあ、そういう人はもう借りたらいいと思います。まあ、そんなしょっちゅう使うもんじゃないんでね。まあ、仲のいい車屋さんがいたら、車屋さんにちょっとシートね、リペアするんで、リングと工具貸してくださいと。まあ、リングは買わんとダメですけどね。で私の場合はもう友達いませんので、普通の針金でも十分ですね。普通の針金プチンプチンと切って、丸く、してね、ここくるんと通して、シートもくるんと通しても、それでも全然大丈夫です。こんな10箇所もね、止める必要もないですね。このくぼみでも、とりあえず収まりますんで。そしたらこの、カバーね、洗濯機で回していって、洗ってる間に、こっちね、もうほんのちょっとだけですけどね、リペアしようと思います。では洗濯機に押し込んでいきます。全部入るかな、入らんか、入った、これでいいわ。で、いつも使っております作業着用洗剤、これがいいんですよね。シート洗うのにも最適。もう一回。固まってるな、中で。
しばしお待ちを。でね、シート洗うのに、このホームからカバーを外さないで、なんかもう車についたまま上から洗剤とかでジャブジャブ洗ったり、なんかバキュームでそれ吸いながらとか、私あれはあんまり好きじゃないんですよね。まあ絶対にその完全にきれいにならないと思います。その、まあ、汚れが取れても、その洗剤気であったり、何かそのシートにもともとなかったものが染み込んで残ったりすると思うんですよね。表面上きれいになっても中のこのホームにシミができたりとか、で、まあ、後々ね、このホームが、傷んだりとか、まあ、そういうことがあると私は思ってますんで、シートを洗うときは、まあ、こうやって絶対外して、もう洗濯機で洗う方がいいと思います。で、革のレザーシートの場合はまたちょっと違いますね。まあ、外すのは外しますけど、また違う、ことしてやらないとあかんかなと思いますね。そしたらこれね、まあ、ちょっと手直し、洗濯機回してる間にして、シートホームのリペアと補強かな。補強って言ったらいいですかね。もうスポンジがカスカスになってた部分を切り欠きまして、腰のあるスポンジを入れて、で上から1枚、
あの貼ってます。でこれでカバーをつけたらここはパンと貼りましていい感じになると思います。今見た目不細工ですけどね、あのカバーつけたら綺麗になるかと思います。でこっち側はあの全然あの大丈夫ですんで何も問題ないですね。はい、そしたら、カバーがね、あの洗濯終わって、乾燥終わるまで待ちたいと思います。はい、今洗濯終わりました。いや綺麗になりました。あのなんか色が薄くなったような、色が落ちたんかな。いやあの綺麗になりましたね本当に。あのシミがあった場所はまだシミがちょっと残ってますけどね、まあ、気になる方は集中的に手洗いなりしたらいいかと思います。ここもちょっと残ってますね。はい、綺麗になりました。だから、まだちょっとね湿ってるはずですけども、脱水でだいぶもみづけないんで、つけれるとこかつけていきます。多分ね完全に乾燥させたらね若干縮んでつけにくくなると思うんですね。まああのこのままつけていきます。
シートの座面ですけども、この座面は言ってたリング状のクリップで止まってた分なんですけども、言ってたのはこっちがシートのカバーですね。こういう紙の寄ったもの、これが骨になってまして、ずーっと前までこうぐーっと行ってます。でこれと、ホームの中に埋め込まれたこのワイヤーですね。これを、この2つをこうリングでこうパチッと、こうパチッパチッと場所場所で止まってるんですね。でそれを外しましたんで、針金で今やってます。通しまして、下のワイヤー下からくぐってきて、上でねじるというふうなことをしてますね。まあ、専用のね、工具があれば早いんでしょうけど。前もここですね。一箇所今止めました。このシートカバーのワイヤーとシートフォームのワイヤーを針金で、まあ、結ぶわけですね。なんか傷口を塗っていくような感じです。でね、ここ前3箇所ぐらい止まってるんですけど、本当は。真ん中一個だけにしときます。もうそれで十分止まりますんでね。次外すときもそっちのが楽なんで、これにしておきます。シート組み上がりました。ちょっと途中で
カメラに使ってるスマホのバッテリーが切れまして、ちょっと動画飛んだかもしれませんけども、まあ、洗いましてね、綺麗になったと思ったんですけど、組み上げてみると、なんか前とあまり変わらないかなと、ちょっと思ってます。まあ、見えないところで綺麗になってくれてるかなと、思いながら、まあ、前よりちょっと、色が明るくなったかなと思います。まだ若干湿ってますんで、まあ、このまま置いときます。あと、車につけるのはちょっと先になりますね。今エンジンカバーこうやってね、外してます。ちょっとエンジン見たいところもありますんで、これつけてしまうとエンジンカバーをちょっと取り付けたり外したりしにくくなりますんで、これこのまま置いときたいと思います。それでは、アストロのシートを洗濯機で洗うという動画でした。まあ、他にね、シリいっぱいありますんでね、また時間空いた時に一つずつやっていきたいかなと思います。それではこういう動画上げていきますんで、またご興味ある方、よろしくお付き合いをください。それでは。言い忘れてましたけども、シートのホーム、リペアしたとこですね。こっち側になるんですけども、だいぶ腰も戻りまして、いい感じですね。こっちだけ、やっぱり乗り降りするんでね、これ助手席のシートですけど、やっぱここがね、弱ってくるんですよね。で、下がってきて、ベローンと垂れてくるんですけど、シャキッとしたと思います。ここね、やってよかった点検でした。